お願いします。この間、はい、打ち合わせさせていただいて、はい、じゃあ実際これやっていきましょうみたいなのを決めたいなと思いまして、はい、タイトルだけ調べてきたんで。大体わかりますが、1個だけわかんないのがありますね。これですね。これせっかくなんで、視聴者さんから情報をいただこうかなと思いまして、うんうん、行ってみたい隙間と、押してみたいスイッチの写真を募集したいなと。はいはい、はい。あれですね。なるほど。送ってもらった中から、ここ行ってみたいね、この隙間入ってみたいねみたいなのがあったら、はい、行ってみたり。いきなりロケと。いずれロケみたいな感じで。今回一個例として僕らのおすすめの隙間を写真撮ってきたんで。あ、そうなんですか。やっぱ近場なんですけど、赤坂見つけいい隙間と。これ、なるほど。お分かりいただけますかね。ビルの間の、はい、ビルって書いてます。ああいいですね。これは一人通れるぐらいのスペースに。ああいいですね。向こうから来たらもう結構この隙間のいいのが、ここを抜けると赤坂見つけの駅です。なるほど、近道になる。裏道感がある。まあそういう、確かにその隙間、ちょっとこう風情がある隙間もいいし、こうお得感がある隙間みたいなのも、そうね、いいですね。全く無駄な隙間もあるはずだからね。そうね、別にこれいらなくないっていう隙間でもきっと意味はあるだろう。あとできちゃった隙間ね。できちゃったね、あるね。隙間のこう醍醐味って向こうに何があるのかなとか、これ何の意味の隙間なのかなとか。あ、でもこれは確かになんかずっとこう軸としてこれは やっていくのはいいんじゃないですかね。一番この中で見た目もキャッチーですからね。これの要はスイッチ版も作ろうとしてるんですね。スイッチ版もあります。そうですね。だから2つだったら最強ってことですよね。隙間の中にスイッチもあったら合わせて、このスイッチを押すとビルがすごくなるんですよみたいなとかもしあれば。なるほど、確かにそうですね。どれ系が好きとか、あれトグルスイッチって言うんだ。トグルいいな。8位ね。やっぱトグルたくさんのやつをやってるんですね。やっぱり僕らの元はこっちだったんで、紐を引くと蛍光灯が消えるっていう、 あれがもともと一番最初の由来なんですよ。あ、そうなんですね。ああ、どこかにあるこのスイッチっていうことで募集するんですよね。そうですね、はい、そうですよね、はい、あ、でかいですね。ダムのやつ押させてもらえる。そうですよね、そういう放水、ちょっと素放水スイッチとか押させてもらえるなら、そういうのもありだし、普段かぶされてるスイッチとかちょっと押してみたらいいですよね。押したらいかんやつやん。そう、絶対にカバーついてる。どうなんのこれ。あと押し心地がいいスイッチ。あ、それも見てみて。押し心地ありますね。これはだから軸で、うん、そうですね、はい、やっておいて。スポーツチャレンジは前と北さんがマイナースポーツの、あー、うん、珍しいスポーツの、はい、日本代表今から目指せないかっていうお話があったんで、はい、一応なんかいろんなスポーツがあるみたいっていうことで、はい、まあ、本当にたくさんあったんで、まあ、その中でも、まあ、やれそうかなというものを、まあ、一個やっぱりダンプは、はい、ね、はい、うん、あのやっぱ面白そうだな。でも割といるんですね、40万人、うん、意外にすごく、うん、全然マイナーじゃないな。そうですね、40万いたらもうマイナーじゃないですね。40万人ではちょっと日本代表にはなれんな。ヘディス、ああ、はい、知ってます。ああ、はいはい、はい、これ見たことある、はい、700人。ヘディスって言うんだ、あれ。だいぶ減ったね。ヘディスを知って半年後に国際大会出場。超天才ですね。使うのはもう普通の卓球台なんですね。卓球台で、でもサッカーはあれですもんね。僕は好きでやってますけど、ね、僕はやってないですけど、まあでも卓球はやってたんで。卓球、そうね、ああ、じゃあもう卓球はやってたんで、お二人の得意な競技が。そうです、奇跡的に。確かに、まあ、狙い目ではありますよね。700人はちょっとまだでも多いです ね。ホッケン、これは知らないな。めちゃくちゃ危なそうな匂いがするぞこれ。これ絶対大事故になるやつでしょ。素人が手出したらあかんやつ。これだって着地するってことですよね。そうです、スケボーみたいにこう手すりにこうシャーってなって、最後にくるんと回してその上に座る。だからめちゃくちゃ危ないですって。絶対ミュージシャンがやるスポーツじゃない。タンブレリンという。タンバリンでバドミントン。割と歴史古いし。僕が生まれた時に世界選手権が開催されてる。なんかでもちょっと
悪ノリ感があるななんかちょっとパタンバリンでやってみようぜみたいな、この人たちなんでやってみようと思ったのこれ、お休みの日をこれに使おうと思ったんだ、タンブレリ講習会だもんね。あ、タンバリン、今タンバリンのような形をしてるって書いてあったよ。はい、ちょっとあの専用 の, あのあバットバット、ね、だ最初はタンバリンだったけどこれで打てなくないってなったと思う。いや、シャンシャンうるさかったなるなぁ、シャンシャン言うなぁ、シャンシャンいらなくない、うん、それはもうずっと僕が やってみたい。うわマジか、体験スカイダイビングってか体験はなんかどうなんですかね、なんか違うんですか、ね、インストラクターと一緒じゃないと、はい、やっぱそれ無理でしょ、いきなりいきなり無理よ今開いて今そうハンドブックみたいなの読んだだけでいけないよそこまではちょっと無理、悲願なんですもんね僕はやってみたいんですけど、ってます、ね、すごいかな、上行ったら急に尻込みしちゃうやってきな、いや分からん、それはちょっと行ってみないと。スカイダイビングの体験みたいなものだったらちょっと僕もやってみたいなと思います。落ちなければ、え落ちないやつあるじゃん、浮くやつ、あああの施設のやつね、そう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 、落ちなければ大丈夫かなと思って、高所恐怖症なんですよ、あでも大丈夫ですよ高所恐怖症でも、なんてこと言うんですかいやだからスカイダイビングは別物ってことなんじゃない、飛んじゃえばっていうのなんとなく分からんでもない、すごいな、僕はやらないんで下から見ときますけどこれ僕じゃないんだよねこの悲願はね、じゃあもう本当にでもこの機会に、そうですね、できるならちょっとやってみたいですね、ちょうど近くにねいい隙間とかもあったらいいですよね、あそうですね、なんかこう隙間を探しながらちょっと待って2本立てきついなどっちかに集中させてほしい気持ちのせい、気持ちがちょっとどうしていいか分かる童謡アレンジ、童謡アレンジあの四つやつね、入れてる曲リストみたいなのがありまして、仰げば飛ぶ年も切れてるんだ、そうなんだ、まあ、これはまだいいか、うん、やり尽くしてちょっと音楽出しとくみたいな時だね、そうだ ね, そうだね、でこれですね、そうっすね、はい、ちょっとお好み焼きはちょっと、まあ、各産地ごとにまとめると八甲美味しいんですよ、東京の八甲ソースっていうのが美味しかったですね、あ八甲と僕らのやっぱりあの愛知だったらやっぱり香味かごめはね、うん、すごく有名ですから、どのあたりから試してみたいみたいなのがあったりします、泥、うん、ソースっていうのは僕はよく食べるんですけど、結構濃いやつ、ウスターだったりいろいろあるんですよね、そうですね、あへえ、オリバーだ、そうオリバーだ、本当に濃いんですよ、その泥ソースを何かで薄めて食べるぐらいがちょうどいいんですよ、これは自体はめちゃめちゃ濃いんで、香味かなんかと割ったんだよね、うん、香味も美味しかったね、香味ウスターとか、香味のウスターソースと泥ソース混ぜて、これはもう僕らはちょっともう本当に一家におなじみの一家に1個ですね、コロッケにはこれですよ、コロッケにはもう香味ソースもっと逆の発想でもうあれですね、香味ソースに合うコロッケは何でだろうそれでもいいぐらいですよ、今のところドロソースと香味のブレンドが、ドロソースと香味と、ね、あともう一個なんか入れるんですよね、うん、これやるなら、はい、専門家の人いたらいいですね、はいはい、やっぱ教えてもらいながら、そのやっぱその店のね、あの方とかもう一つずつ試していってたら分からんもん、ね、無理でしょ僕らでは、そうです、ね、辛くてちょっと甘いやつじゃああれですねみたいな、そうですね、タイトルとジングルですか、そうですね、タイトルね、スキマスイッチの何々かな、うん、なんだろうね、わかりやすいけどね、見てほしい感が満載だなんていいことですよ、いいことです、いいことですよ、まあ、よくあるなんとかチューブとかね、 YouTube だったから略しやすさを狙うのか、隙間の遊び、隙間スイッチのスイッチオフ、隙間スイッチの大橋とそりゃそうだよ、ね、自己紹介だ、ね、あそういうのなんかいいね、ありがとう島村ジュンみたいなのあったじゃん、浜村ジュン、ああいう感じなんかいいくない、あ、ね、挨拶っぽい、挨拶っぽいやつ、はじめまして、これからよろしくお願いしますとか、どうぞよろしくなんだこれ、さっきちょっと喋ってたんですけど、人間性みたいな素の部分はあんまりテレビとかメディアで出してないって
出してるんですけど理解されてないというか認識されてないんじゃないかって話になったんですよね。それが YouTube で出るといいねっていうのがあったんですけど、実はこんなんやってますっていうのと、うん、YouTube 始めましたをやってみた落書き TV っていうとTV っていうのがちょっと恥ずかしかった恥ずかしい、テレビじゃない、恥ずかしい、あえて TV って言った、インパクトだったらさっきの言葉の方が面白かったな、よろしくお願いしますじゃない、そっち系の、みんななんでやってみたか、やってみた動画、やってみた、もしくは始めました、やってみてもらえませんかっていうのがこれはキャッチだと思う、うん、やってもらえ、やってもらえめっちゃめちゃくちゃ訳しにくい、 略すのに向いてな、でもここまではやってみようっていうとスキマスイッチのここまではやってみよう、いつでも終わる感じするねなんかいいとラインだよね、うん、ここやてなんで矢と手のちっちゃいつぼあのやってみてのさつぼ抜くやん、この辺までやってみようじゃないそっちの方がちょっと分かりやすくなる、この辺までやってみよう、それだと説明もしてる ね、悪くないけどね、雰囲気に合ってる気がするけどね、この辺までやってみよう、うん、やっぱこの辺までやってみよう、いいね、これはいい、なんか作りますか曲ね、面白いやつがいいね、ちょっとそこまでみたいな歌うからこの辺までってしてるがいいよこの辺までみたいな曲がいいじゃん、ちょっと緩い感じに、こういう部屋でこう回して何回振っていくなんかを撮るの方が面白いかも、あこれちょっとっ、いやそれはちゃんと作ろうよ、ボケも、うん、めっちゃちゃんと作ろうよ、ちょっとそこまで、チャンネルこれ始めると皆さんあのチャンネル登録お願いしますってやるじゃないですか、はい、子供が言ってるぐらいでちょうどいいかも、なんかちょっと面白い感じに、可愛いらしい感じに、チャンネル登録キッズを探せみたいなまあでも本当それ視聴者から募集してもらったああそうですね、あそれこそチャンネル登録お願いします、1歳半から2歳ぐらいかも、まあ、そこは逆にもう広げちゃってもらって、著名人が募集してくるかもしれない、了解です、はい、今日はこの辺までありがとうございます、はい、お願いします、お願いします。